疲れた。疲れたね。疲れたね。いや疲れたよ。来ました。快活。明日朝早いんでね。ちょっと快活で休憩して。さあ電車の中でさちょっと匂いがさきつい人が隣に座っちゃって、しかも2回も、しかも両方女性なの、珍しいって珍しいって、女性でこんな匂いきついって珍しいな。回収とかね、難しいよね。いやしかもさ、なんだろう、おじさんとか男の人とかが臭いっていうのをどう越して、それより臭かったんだよね。マスクしてんのにモルテ君の匂いがすごいなって。なんだろうね、時間帯だったのかな、たまたまかな。なんか悪いの引いちゃったんだよっていうくだらない話。まあ俺もねちょっと体臭きつい人間なんで、あまり大きいことは言えないんですけどね。山ぶどうジュース、リアルゴールド、ホットのイチゴココ。疲れたね。疲れた。更新中、更新中。へえ、なんかやってるわ。疲れた。今日しかも仕事やらかしちゃってさ、今日時間ないのに、時間ないわけじゃないけど、早く帰りたかったのに、仕事やらかしちゃってさ、いやまあ、俺一人のミスじゃないから、いやまあ、俺がメインでのミスじゃでもないし、今日ちょっと落ち込んだね。まあ、しゃあない、忙しいとね、しゃあないよ。ミスるって人はミスるって。もう年賀状とさ、喪中やめよう。いや特に喪中やめよう。年賀状はいいけど喪中やめよう。意味わかんない。死者のためには金使いすぎ。本当に生きてる人に使おう。一回しかさ、やり取りしないやつにわざわざ金使わなくたっていいんだって。わざわざ「あいつ生きてるかな死んでるかな」なんてさ興味ねえって。
自分のことね、自分の人生必死に生きてたらそんなの興味ねえって。話すことないんで切ります。あまり大きい声を出さなさそうな場所なんで、ね。